はい、どうもすけです。よっとやっていきたいと思います。じゃあ、早速やっていきたいと思います。サイコロフルゲームですね。よっとやってくださいっていう声がありましたので、いきなりストレート来た。ってことは、1、2、3、4やね。ってことは、5が来ればビッグストレートなんで、回した方がいいですよね、これ。で、5を狙いです。5をここで来てほしいな。ビッグストレートって後で狙うのめっちゃしんどいからな。いけ !5! わあ、あかんか。まあ、とりあえずショートストレート、先発で取れたのはでかいかな。しっかりショートストレート入れていく。さあ、相手の番になりますんでね。このゲームはサイコロ振って、役をね、作って、ポイント取っていくって感じになりますんでね。はい。さあ、相手は、どうする？確か中途半端な、ショートストレート狙いかな。ん？まあ、1残して、どうですか？それで4狙うの賢いな。ショートストレート狙い。ちゃんと来たわ。お、相手も同じように、フラットにしてきたな、盤面を。やるやんけ。スタート。ん？なんか、いっぱいあるぞ。おー、445か。これは4ダイス狙いますかね。4でいいな、4。ヨット狙う、ヨット。アウト。4もう一個出てほしいな、これ。4入れたいんで、4もう一個来い。うわ、生。まあまあ、やむを得ず、地味に永遠って感じかな。オッケー。まあまあの、立ち上がりはいいですよね。ここ相手は2-2で、デュースかな？おっと、かなりフルハウスが当たっていく。14点のフルハウスいきますか？まあ相手デュースやろな。フルハウス14点は低いから。まあワンチャンヨット狙いでの2でしょうね。かなり当たっている4ダイス。まあデュースやんな。これデュースの8でかいな、相手。いいな。これはでかいな、相手。やりやがったな。デュースの8はほんまでかいわ。経験上。うわぁ。やばいな、これエース狙うか。エースやと弱いなぁ。4、いやぁ、エース狙うしかないよな。もう今回はちょっと、ついてないな。エース狙いでいこう。オッケー。フルハウス。11点のフルハウスは、ちょっとあかんな。うん。ヨット、ワンチャンヨット狙いでいくわ。1-1でヨットなんで、ワンチャンある。1-1来い。おー、まあ、エースで。エース3点。まあまあ。まだマシ。エース3点まだいいや。ただエースの枠を切ってしまった。相手これめちゃくちゃいいぞ、これ。フルハウス狙いか、ピンポイント。確率高い。3分の1で当たる。さあ、結構確率高いよ。おーし、外した。これはあれやな、チョイスやな。ですよね。26点のチョイスはでかいからね。さあ、ここで、しっかり振っていって、6多いぞ。いいぞ。じゃあ、6、6でいこうか。え？ビッグストレートも狙おうと思ったら狙えんのか、俺。まあ、6、6でいこうか。ビッグストレートはでも狙うもんじゃないしな、なかなか。当たらへん。オッケー。じゃあ俺もフルハウス狙いみたいになるのか、これ。そうやな。俺もこれチョイス切る形になりまあ、そうですね。3分の1かな。5か6、3分の1。外れた。相手と同じ形やな。チョイスをチョイスしていく。同じやな。ここまでフラットやな。戦況フラット。まあ、エースを切っている俺が方が不利か。いや、フラットですね。面白い勝負になってきた。6、6残しかな、これは。6狙い。おっと、これ中途半端だったけどどうする ?4 かな。エース切ったか。エース切ったな。じゃあ若干有利みたいなとこあるか。わからへんな。3-3-4。ビッグストレート。ビッグストレートワンチャン。やな。で、ビッグストレート狙うもんちゃうな。やっぱ難しい。ってことで、3-3でいこうか。うん。3-3でトレイ。カモン3。うわーっと。どうしようかな。うん。まあ、これ3狙うしかないよな。いやー、ぜひ1個、もう1個絶対当たってほしいな、これ。ほんまに。あかんか。となると、トレイがちょっと、厳しい形でのトレイ、になりますね。まあ、早めにヨット切るっていうのもあるけどな。もう、今の盤面でヨット切ってもよかったけどな。ヨットとも当たらんからな。トレイの2点はきつすぎるな。フルハウス4ダイスをちょっとどっかで当てといた方がいいな。小さい点数でもいいから。
相手は、まあ、5狙いかな。ですよね。ここで2つとか当てられたらもうマジ、ひっくり返るな。まあ、これならまだ、相手もミスったな。相手もちょっとミスったな。オッケーオッケー。いい勝負してんね。お互いそこまで引きは良くない。デュースの盤面、かな。もしくはこれ、1246? あー、あかんのか。ビッグストレートは狙えないので、まあ、デュースですかねってなるよな。俺、デュース空いてるんで、まだ。おー、お、フラウス。12点。いやー。12点フラウス行く?いや、違うな。こうやな。こうやな。で、ワンチャンヨット狙いつつ。お、フラウス、18点上がった。これ、フラウス行くわ。フラウス18点ならば多分取っといた方がいいと思う。まあ、ほんま20何点とかのフラウス取りたいけど、ここはでかいわ。6入ってきたんでかい。相手もこれフラウスピンポイント狙いでしょうね。うん。これ確率高いんで、3か5を当てるだけでいいから。さあ、3分の1ですよ、こっから。さあ、相手ここで、あ、トレイに切り替えたんか。賢いな。おっと。おー、いい勝負してんな。まあ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 。どうなるかやな。ん?なんじゃこれ ?112。あ、俺デュース取ってないからまだ。じゃあデュース狙おっか。オッケーオッケー。さっきのフルハウスにしてるからデュース取ってないんで。2来い!お!これは、どうしたらいいんやろ。3、5、6。で、これ外して、で、1、あ、あかんのか。ビッグストレート。4来ないビッグストレートならへんから。じゃあ、もう、あれやな。あ、間違えた、間違えた。時間ない。振るわ。よし。2来い。よしよし。今ので、なんとか調整した乱数を。乱数を調整していく。ただ、これやとボーナスに届かないからな。どっかでちょっと、6ぶち当てなあかんのな。相手、ここで2個の6はでかい。あー、3つ当てられた。これやばい。もう、フォーダイスがいかれたら負けや。うわぁ、フォーダイスいかれた。負けた。対戦ありがとうございました。まあ、6ですよね、ここは。いけ、フォーダイスいけ、フォーダイスいけ。6いくよなぁ。俺やったら6いくけどね。フォーダイスいかへん?フォーダイスいっとけって。おすすめやで。計算してんねや、多分。どっち行く?あー、まあ、そっち行ったか。まあ、ボーナス諦めたか?4当てんのきついと考えたか。今のがなんか勝負の分かれの気がするけどね。フルハウス生。これ4ダイスしかないような狙うの。これ4ダイスしかないっすね。4ダイス生。うわー厳しい。これ4ダイス絶対欲しいねんけど。カモン。うわ生やし。じゃあ、ビッグストレート、切るか。そうやな。ビッグストレート切ります、ここ。ヨットはワンチャンあると思うんだよな。フォーダイス狙ってる、ついでに。相手5切ってるから、これ厳しいはず。相手5切ってるんで、だから、アラ4狙うしかないよな。4残しで全部切るですよね。あー、そっち狙う?てか当たったんじゃない?もう。なんでそんな簡単に当たんの?さあ、俺もなんか当たれ。いや、なんもないな。だから6残ししかないんか、俺は。こんなに数字をいっぱい当てるしかないから。GO! まあ、そうやんな。これとりあえず6当てるしかないのな。あかんわ。これかなり厳しい場面だったな。だからヨット切って、って感じかな。最後ボーナスで勝つしかないな。最後ボーナスの差で勝つしかないから、ここはもうヨット切るしかないですね。相手は、まあ、4もしくは6残しですよね。まあ、6残しが正解かな。61個残して全部、え?いや、相手ちょっと暴走してるからラッキーやぞ、これ。オッケーオッケー。ちょっとフルハウス無理やりねじ込みに行ったから、よしよしよし。まあまあまあ、まだチャンスある。ここで、まあ、ちょっと5か6がいっぱい当てなあかんわ。はぁ!5やんな。
そうやな、フォーダイスで1でフォーダイスはちょっとあかんから5で行くしかなくて、いっぱい来い。渋すぎる。全部5来い。これはもうあれやぞ、こうするしかないぞ。もうボーナス狙いに行くしかないから。いや、アイテムここでなんかだいぶミスってくれたらワンチャンあるかもしれない。今でだいぶ点開いちゃってるからな。4、4、はい、結構渋ったな。相手フルハウス切るよな。オッケー、まあまあこれほんまボーナス戦やな。でほんまに5か6か、ほんま来い、いっぱい来い。あー、6単体のみ。違う、6だけ残して。いやー、6ちょっと4つ来たら熱いけどな。4ついかなあかんってのはきついな、逆に言えば。もう3つじゃ厳しいと。うわー、ここに来てなんかビッグソリッドみたいな生で来やがった。じゃあ、5を残して。って感じやな。5で行くしかないな、ここは。ここでで6が次、4つやったら、6、4、24。あかん、ボーナスないわ。6、5個当てるしかないわ。負けてるわ、もう。あかんわ。終わった。6、5個当てるしか勝ち筋がない。それどころか相手がぶち当てやがった。終わった。いやー、ちょっとな。どっかミスりましたかね。6置いて。ゴー。うん、まあまあまあ、まだワンチャンある。ここで、全部6当てれば。全部、奇跡！うわぁ、フルハウス。最後に。はい。もうこの時点で負けですよね。相手だからそのままベターンと入れたら勝ちや。なんで踏んねん、もうそのまま入れてや。あー、砲探してんのか、最後まで。ちょっとでも得失点差をさ、上げようという作戦やな。41個も当たらんかったな。はい、ということで負けましたね。いやー、悔しいですね。ありがとうございました。もう一回やってくれんのか。サンキュー。さあ、リベンジ行きたいと思います。同じ人ね、もう一回やってくれたんで。いや、ほんま今ね、ヨットのユーザー結構少ないから、同じ人でもね、やってくれるのありがたいのな。234からの、ダブル待ちします。ショートストレートダブル待ち。いくわ。だから、1か5。OK。で、ショートストレート。まあ、これはいいんじゃないかな。まず、相手ちょっと脅かすような一撃を。ね、初動から構えとかないと、脅かす一撃を。いきなりショートストレートも。ってことは、相手ビッグストレート無料でチャレンジできるっていうのはでかすぎ、これ。これ2当てられたらもう終わりやからね。いきなりビッグ取られたらもう負ける。オッケーオッケーオッケー。さっきもね、てか同じ立ち上がりやな、さっきと。さっきはビッグストレートの差で負けたからな。B ストレートはほんま狙うの難しいのな。ショートストレートが当たる前にビッグ当てたらほんまでかいねんけど、ショートストレート持ってんのにビッグ狙うってむずいのよ。だからこれもだから3が来たらビッグストレートってわけやねんな。これ1、2、4、5残して3来たらビッグストレートやねんけど、それも難しいからな。2-2 かな。で、相手の人の方がね、なんか、プレイングが積極的なような。俺もそれ真似して今のも攻めてよかったかもしれん。ここはまあ2でいきますけどね。もう1個当たってほしいな。まあまあ、デュースいいんじゃないですか、6個やったら。うん。さあ。うわぁ、なんかすごいの当たってるし。6、6、6でしょ。5も残すんや。もう6、なんでなん、もうそれさ。5も来て、ヨット狙ったらいいのに。あ、フルハウス当てよかった。なんじゃそれ。うますぎるやろ。意味がわからへん。もう俺には。はぁ、28点フルハウスはでかすぎへん。6、6。で、いくわ。俺4ダイスで抵抗するわ。うわ、まあ、だからこれこそ、俺を真似して2-2で、
22でフルハウス狙ったらいいんじゃないか。いや、外れた時のリスク高いな。もう外れたと仮定して66でいくわ。うん。おっしゃ、よく当たったな、これは。奇跡。抵抗していく、俺も。すごい戦いやな、これ。抵抗、4点差で抵抗していくスタイル。今の44はでかいぞ。さあ、これはもちろん相手ヨットを狙っていくよね。あるねえ、ヨット、これ。これヨット当たったら終わりや。崩壊。ゲーム崩壊。50点はでかすぎ。おー、危なかった。まあ、デュースよな。相手デュース8点やんな、確か。そうやねんな。さっきの試合もそれで負けてるから。ほう。1345か。え、どうしたらいいんやろな。1345。345。あー、ちょっとあかんな。普通に4でいいかな。4が空いてると思うんで、4でいきましょうか。ゴー。生。まあ、4行こうか。しょうがないよね。4でいきます。1個当たってくれ。よし、OK、フルハウス。4で。まあ、フルハウスは関係ないからな、もう先切ってるんで。とりあえずね、あの、エースから6までは3つずつ当てなあかんというルールがあるから。なんでやねん、単体で当てんなって、ほんまにもう。意味がわからん、単体で当てるの。無料やん、そんなん。俺も当たれ。俺もじゃあ抵抗しようか。ピンポイント待ちで。3ピンポイント待ちチャレンジ行くか。来い！うわぁ！いや、あかんあかんあかん。ここはちょっとエースに切り替えよう。はい。まあ、ちょっと B ストレートきついね、これ。どうしような。相手の強運すぎて、もう、抵抗できねえ。まあ、エースだよな。まあ、エースも負けてるしな。何を取っても全部劣ってるってやばいな。お、来た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 、これヨットでまくれるわ。6分の1のチャンスが2回ある。6分の1を2回振れるんで。これヨットでまくれるぞ。カモン、あかんか。さあ、もう1回6分の1チャレンジ。よっしゃ、よっしゃ、パチン入ったわ。でかい。いきます。これはヨットはでかい。オッケー。なんとかひっくり返したな。まあ、相手もここは2でヨット狙ってくるか。狙ってくるか、やっぱり。そうやな。抵抗しに来るような。オッケーオッケー。相手がビッグストレートの分は俺がヨットで。さあ、ここはトレーに1回切り替えてきたな。オッケーオッケーオッケー。よし。ちょっと相手のあれやな。慌てさせたな、一発。一発も心に刺さる一撃入ったわ。じゃあ、ここ落ち着いてトレイでいいんじゃない？だよね。トレイでいこう。まあ、ビッグストレートはもう狙いに行く必要があんまないんで、当たったらいいなぐらいで。そうやね。じゃあトレイ行きましょう。3、1個当たってくれ。おー！ん、ボーナス欲しいからな。ここで切るのは痛いな。ビッグス、トレイ切るの痛いな。これ切れないな、トレイ。ビッグストレート切ります。俺と相性悪いんで。ビッグストレート切りで。トレイ2つで入れるのはちょっときついと思う。早めにもビッグはきついんで、ね、もう俺はビッグ多分当たらないんで。まあ、4、2個でいったか。さあ。俺は、何があんねんけど、5のみか。5。5やな。5でちょっといっぱい当たってくれ。まあ、5、5。もしくは、ビッグストレート狙うってやろうとしたらもう無理やった。この2、3、4、5を残してビッグストレート狙おうと思ったけど、もう先切ったんやった。
だから4ダイスが狙おう。5来い。うわー、切りたくないけどな、5こんなんで。あ、ちょっと渋いけどチョイスで。やばい、負けるぞこれ、俺の下手くそすぎて。ヨット当てられるやんこれ、もう6分の1チャンスあるもん。相手終わった。もう対戦ありがとうございました。よかったね、これ勝手にしとけこれ。なんか当たれ。まあトレイ狙おうか。よし、オッケー、4ダイス、よし。いや、これは4ダイス言うよりも、うん、トレイでいいと思うんだよな。まあまあまあ、いいと思うんだよな。まあ、そうだな、4ダイスで点稼いで追いつくっていう手もあるけどな。でも、ボーナスを考えたら、おそらく、ここでのトレイはでかいと思うんだよな。うん、ボーナスを絶対に取るっていうのが今回、モットーとしてるんで。あ、オッケー。相手4切ってんのでかい。あ、でも相手4ダイス取んのか、ここで。4ダイス確率高いもんな。はい、4ダイス取って、もう、豪運がやろうが。まあ、もう一回フローが一緒やけどな。うん、もう4ダイス確定や。そうだよな。まあ、俺もここでなんか、まあ、5か6ぶち当てるしかないっていうか。うん。どっち行く ?5 やな。いや、6行った方がいいんかな。いや、一緒か。期待値的には一緒やな。6行っとこう。もう6行った方が期待値高いよ。OK! で、もう一本。え、ここでもし6来たらどっち入れるか迷うな。来たわ。そこでもし来た場合、28点の4ダイス、もしくはもう確実にボーナス行くかやな。いや、どうや、ボーナスか。相手がボーナス取れへんもんな。これ相手ボーナス取れへんから、これが正解やわ、多分。相手ボーナス取れないですから。わからんけどな、正解かどうかは。結果論でしかない気がするな。今んとこ4ダイス入れてて、例えば後で6が当たらんかったら怖いのよな。そう、そのリスクを背負って、戦わなあかんから、6入れましたけど、6が簡単に当たんねやったら、うん。簡単な単にやったら、4ダイス入れた方が正解でしたからね。だからここでほんまに、なんか5いっぱい出ないきついのな。お、出たわ。よし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 。これで5の4ダイスがワンチャンあるんで、なさそう。5。うわ、きつ。まあ、でもこれでボーナス確定やろ。わー、あと相手次第なのか、これ。まあ、ボーナスまで届かしたけど、この35点で勝てるかって言ったら勝てないですよね。で、俺プレミしたか、だから。あそこでもう4ダイス入れなあかんかったんかな。勝ちに行くには。いや、でも相手がヘッポコばっか当てたらまだワンチャンあるな。ヘッポコばっか当てろ。よし、2個やったらまだ大丈夫。勝ってるやろ、まだ。よし、ここで4、あれやな。マジ、もう4ダイス行こう。なんでもいい、1でもいい。なんかいっぱい来い。同じの。よし、じゃあもう2、5で行こう。5で、4ダイス狙います。いやー、これ当たったらマジもう勝ち確定。よし、あと1個。よしよしよし。いや、これ確率高いはずやで。うん、サイコロ2つ振れるから。カモン決めろ。あー、もうなんでやねん、これじゃ。相手に依存するじゃん、これじゃ。相手に依存します、ここからは。相手が6いかに外すか。3つ当てられたら負けかな。さあ、一つ当てていく。二つはセーフかな。三つ当たれたら負けかな。お、よし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 。頼む。よいしょ、二つはセーフだろ、多分。どうだ、ほら、二つはギリギリセーフ。一点差。ギャー。対戦、ありがとうございました。もう一回やるか、最後決着。やるか。おっしゃ、じゃあこれで勝った方が勝ちな。ラストマッチ。この人との決着をつけます。ありがとうな、対戦してくれて。
対戦ありがとう。じゃあ5-5から入っていきなりから圧かけていきますか。5-5から入って、うわーきつ。じゃあ3-3かな。3-3の、いやこの場合はね、あのもう3、あの一回全解放から3-3でトレイに切り替えます。3来い。 OKOK、 これでいいと思う。3トレイで9取っといたらまだマシやから、あんまり無理にフルハウス狙って外した時のそのねえ、エースから6に負担かかっちゃうんで、少ないと。いや、さっきの1点差熱いわマジで。いやもうだからお前は大運だって。だから超豪運。生で当ててくるもんな。お、いいんちゃう？よくないんか。3-5-6残して、まあ、1-3、あかんか。ビッグストレート狙えない。そうやな。ちょっとビッグストレート狙うには、苦しいので、まあ、エース、もしくはヨット。ですかね。ちょっと消極的な立ち回りになりますけど、俺はそういうフリースタイル取ってるんでね。ここで1-1来い。ありえるからね、1-1。まあまあ、エース3点って感じでね。相手がね、その、で、一発がでかいのは相手。俺はね、コツコツ上稼いでるねんけど、相手ね、その、パンチがでかすぎる。いや、フルハウスも埋まってるから、それやめといた方がええで。相手もフルハウス、自分で切ったのに。チョイス行くつもりか。フルハウス当ててるし。チョイスフルマックス行きやがった。恐ろしすぎるやろ、もう。でかすぎるやろ、その運が。お、俺も抵抗するぞ。しゃあ、俺も抵抗します。ヨットで抵抗する、俺は。お、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 お。いや、これフルハウス返しといた方がいいんちゃうか。え、これフルハウス返してもいいな。6、そうやな、ここ返しとこうか。ここ、あ、まだ慌てんとくわ。まだ盤面に追いやるときに、ここで下手に外しに行ったら、そう、6、4つとかで4ダイスとかでもいいねんけど、外れたときは痛すぎるんで、俺はもうあれやから、低リスク主義なんで、とにかく。相手はめっちゃ攻めてくるからな。これだから、3狙いってことでしょ、相手。ショートストレート狙ったけど外した。そう、外したときに、そう、上に負担かかんのな。デュースが4とかやから。俺はなるべく上に負担かけたくないのな。まあ、例えばやけど、これはフルハウス狙っていいんちゃうかなと思ったら、フルハウスはもうやってるからもういらんのか。じゃあ、5-5か。5-5やな。5-5で、なんか、当たれ。うわぁ、マジか、4-4返ってきたな。であれば、5に負担かけたくないので、4、4に切り替えていく。で、これ4、1個でも当たってくれたら、上に負担かからへんのな。1個でも当たれ。あ、フルハウス。あ、そっち来たか。じゃあ5で行こうか。なんか噛み合えんかったけど。3つ当たってるんでいいと思います。うん。3つ以上当てればいいんで、その上のやつは。エースから6までは3つ以上当てれば、ちゃんとボーナス入るんでね。エースから6まで3つずつ足したら、ちょうど63になるはずなんで。って聞いたことがあるんで。違うかったら最悪やけど。さあ、4、そうやな。3つ当たってたらいいもんな。5-5-1か。まあだから、もう5使っちゃってるんで、これ3も1も使っちゃってる場面なんで、だから5-5やな。5-5残して、まあ最悪チョイス、もしくはって感じで、まあとりあえず4ダイス狙い。5来い。あー、はいはい。この場合はね、普通にデュースでいいと思いますわ。で、1個でも当たってくれたら上に負担かからへん。1個でも当たってくれ。2。2。よし、1個でも当たった。そこで負担かかってないんで。全部ちゃんと3つ以上取ってるんでね。エースから。ね、エース、デュース、トレイ、5。全部ちゃんと取ってるんで、3つ以上。さあ、相手これ、ショートストレート狙える盤面に見えますね。6残しか。当たりすぎやろ。うわー、これきつい。4ダイスか。6行かれたらきついな、これ。行かれるやろな、おそらく。お、行かれなかった。じゃあ、これ6。まあ、18点はでかいけどな。まあまあ、それはいいだろう。さあ、こちら何当てていくか。まあ、ショートストレート、ビッグストレートが空いてるんで、なんか、それ系欲しいよな。
ロック残しなんのかな、これは。まあ、4、5、6で、3狙いで、ショートストレートだもんな。それはちょっと弱いな。5、まあ、6残して振ってみるか。ちょっと悩みましたけどね。まあ結果的に良かったって感じかな。これで、4ダイスもしくはヨットのチャンスあるんで。そうやね。6、当たってくれ。厳しい。まあ、6切るか。OK。これで、あとは、4が、3つ当たれば、もう、ボーナス確定なんで。ちゃんと上の盤面に俺負担かけてないんでね。マイナスがないんで、全部その3つずつ当ててるから、エースから6まで。これが俺の立ち回りだよな。4ダイス当ててくる。しかも29点はめちゃくちゃ熱いやつや、これ。だ4が3つ当たった時点でもう4ぶち込みましょう。555か。あ、これはね、4ダイス狙いつつチョイスでいいと思うな。もしくは、3、4、5を残して、2と6待ちのショートストレートですね。まあ、5で、じゃあ、4ダイス行ってみましょうかね。まあ、ショートストレートも良かったかな。まあ、いいや。5当たれ、とりあえず。OK。まあ、外したらチョイス行くわ。外した。これは痛い。手痛いチョイスやな。これ手痛すぎん？いや、この、ヨット切っていいんちゃうかも。ヨットも当たらへんで、これ多分。ヨット切るわ。これ多分今ので勝負決まってまうんで。きついなぁ。ちょっとその相手の圧がすごいのよ。その下が、相手がほんま、でかいの取るの得意なんだ。俺さっきのミスだよな。ショートストレート狙えばよかったね。砲台戦だったらあかんかった。まあ、結果論やけど。ショートストレート当てられてしまうよね。そうするともちろんビッグストレートのチャンスも生まれると。OK、危ない。ビッグストレート当てれたらもう絶対負けなんで。逆にこっちはビッグストレート当てたらまだ勝ちあるから。ビッグストレート狙いましょうか。きついな。追い込まれた状況やな。相手がお前、下の盤面完成させるの上手いんでね。まあ、例えばけど、まあ、これで3待ちなるよな、もう勝ちに行くには。ここでビッグストレートぶち当てるしかないんで。来い！うわぁ！いや、行くわ。行こう、ビッグストレート行こう。3来い。1。この場合は厳しいな。だからもうこれ勝ち目なくないかも。積んだな。積んだな。終わったな、これ。積みました。下が当たらなすぎた、これ。いや、しかも相手5当ててくるし。いや、当てすぎやって、もう、幸運やもん、そんなん。当てすぎ、普通に。何ぼほど全部当てていくねん。ぶち切れるよ、そんなん。おかしな話やで、そんなん。ショートストレート当てなかもな。いや、まあ、4、4で、とりあえず行くか、あれを。4ダイス行くか。そうしよう。4、4で行こう。よしよしよし。まあ、ここで、4ダイス行こう。まあまあ、いいでしょう。これでボーナスなんで。いやー、きつい。もうダメだ。相手がもう全部ミスで、こっから。でも相手結構さ、下使ってるからね。だってもう、ビッグストレートがヨットしかないから、狙えないと思うんだよね。相手狙えへん。もう狙いようがないと思うな。まだワンチャンあるぞ、これ。5、相手何狙いや。ちょっと俺分かる、頭回ってへん。もう疲れた、もう。ここまでずっと、こんなすごい戦いすると思わんかったから、疲れました。相手がもう何狙ってるかすら分からへんからね。あ、トレイに切り替えたんか。外れろ、押した。まあもちろんでもヨット切るやろ。あ、エースいったんか。相手、だから3を、あれやな。3を3つ当てたらもうボーナスなんかな。
そうやな。3密、9足された。そうや。3密当てられたら負けか。だからもう、相当、うん、きついな。とりあえず、じゃあ俺は、なんか当てよう。OK! 生ショートストレート。まあ、これはもう、そのまま定数でいいと思いますね。ちょっと負荷かけていく感じ、相手に。で、3がもう3つ以上当てられたら負けやな。だからもうずっと3外れろって言うしかない、これ。だから3を外し続ける、相手は。1個残し、そうそう、それで、え?お、おしおし、いい、いけいけ、よし、ナイスナイス、狙え。いやー、これでも、あれやな、2当てられたら負けや、次。6分の1。頼む!ゲームを楽しませてくれ !OK、よしよし、これならまだ楽しめる。相手はね、もう、トレイ狙うだけでいいのに、なぜか狙った、あいつは。ビッグストレート。もうトレイ狙うだけでいいね、相手は。なんか来い。お、そうかそうかそうか。フォーダイスもしくは、チョイスなのか。なんかちょっとでも点欲しいもんな。6、5、4で確実に、あれか圧かけた方がいいかもしくはもう、いや、6、5、4、圧かけた方がいいな。こうやな。いきます。6来い。よし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 。圧かかってるんちゃうこれ結構。これ24足したら結構圧かかるんちゃう何倍や計算しろ。間に合うか24足したら、159やろ。いける。これ圧かけたらいける。うん。いけるぞ、これ。3がだって3つ当てられたら負けやから、3外れろ。31個当たってもうた。やばい。相手気づいてしまう。3残したらいいことに。やばい。3だけは当てないで。やばい。あと1個当てられたら負けや。全部かわせ。かわせ。よし、かわした。よし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 。最終盤面まで。いや、ここ多分俺も関係ないと思うな。俺がこれ何引こうか関係ないと思う。多分相手が3当てたらもう終わりなんで。うん。ここは多分俺が何引こうが終わりやろ。一応計算しとくか。4でやったらなんか変わる?まあ、4で4ダイスやったら変わんのかな。でも6で4ダイスなんか多分あかんよな。多分6で4ダイスなあかんから、もうこれあかんで、4で4ダイスでも足りひんわ。うん、足りひん。だから6で4ダイスするしかないから。まあ、あとは相手の3外しに期待するしかない。当たれ!うわぁ、惜しい!いやぁ、これ相手3引くの助けてくれ!やめろ!2個にしとけ。オッケー!まず生。キャー!やめろ!助けてくれ!生 !1 個当たってもうた。よし!よし!外れろ!お願い!やめてくれ!やったー!しゃ!決まったな。決まりましたね。キャー!もう、楽しすぎた。俺の勝ちだ。それでは、ありがとうな。面白かった。この方に感謝ですね。対戦ありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。